はい、皆さんこんにちは、こんばんは。本日もですね、商品を紹介していくんですけども、本日ご紹介するのは、5周年を先日12月8日迎えましてですね、そちらの記念で、ハットをこちらですね作っていただいたので、こちらのご紹介をまず最初にというか、していきたいと思います。でインスタライブでも話したんですけど、その後他のご質問はお受けしますのでよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回、5周年を記念してですね、ハーフタイムラボタラ、ハーフタイムラボラトリーという、ブランドに、ハットを作っていただきました。キャップとハットを足して2で割ったみたいな感じですね。生地感とかはこれキャップとかにあるような生地感ですね。で色はブラックになっております。でここにね刺繍のロゴが入ってたり、あとリボン、この後説明するんですけど、リボン通すこういうループがあったりしますね。はい、こんな感じ。ハットとシックスパネルのキャップとハットを足して2で割ったみたいなデザインですね。刺繍があって、ここにループ、リボン通す、この後説明するリボン通すループがあったりします。でまずこのハット単品で販売しております。でサイズが57、59、61っていう3サイズ展開になっております。でごめんなさい、ちょっと複雑なんですけれども、61のサイズだけ、受注になってしまうんですね。でお届けが年明け1月末、まあ大体ね2月頭ぐらいになっちゃうと思うんですね。だから61、すでに店頭でオーダーいただいてる方いらっしゃるんですけれども、サイズ61の場合だけ、年明けの2月ぐらい、2024年の2月ぐらいのお届けになってしまうことをご了承いただければなと思っております。はい、でまず単品で被るか、あ、で裏はこんな感じですね。裏はこんな感じ。はい、でまあこの後ね、これ何っていうのを説明するんです。ここに一応ハトメでここに穴が開いてます。両サイドですね、両サイド。あ、紐を通すパターンもやります。まず単品で被ります。で僕は頭大きいんで61です。まあでも大体の方59とかでいい気がするかな。はい、こんな感じ、垂れるような感じではないですね、被った時。すごいね、これ出来上がった時に、なんか抽象的な言い方で申し訳ないですけど、めちゃくちゃ僕っぽくていいなーって思って、すごい気に入ってるんですよね。めっちゃなんか僕っぽくないですか僕がこう好きそうな感じ、横からこんな感じで、後ろでこんな感じ。はい、で今ご質問あったんですけども、これ今回これ単体でもか、あ、でこれ単体のお値段まずお伝えしておくと、税込み1万1000円となっております。このハットは、税込み1万1000円となっております。でサイズ57、59、61っていう風に言ったんですけど、57、59は在庫があって、それがなくなっちゃったらもう終了になります。で、61に関しては受注なんで、まあ、今月いっぱいとかかな、受け付けようかなと思ってるんですけど、だから、61だけは完売っていう、概念というか、あれはないんですけど、59と57は完売する可能性があるので、ご了承ください。はい。で、これにですね、カスタマイズができて、まずね、いっぱいあるんですけど、こういう、マルチレースっていうものをそのブランドさんに作ってもらったんですね。これが全部ヴィンテージのスカーフで作っていただいてるんですけど、こういう感じで先っぽがこういう風に金具で留められてます。見えるかな、こういうマルチレースっていうヴィンテージのスカーフで作ってもらったレースがあるんですね。先端がこういう風になってるんですけど、でこれ全部ワンオフなんですよ。一点物なんで、店頭来ていただいた方はこうやって僕がバーって出すんで、そこから好きなのを選んでいただくような形です。で通販もこれご対応してて、マルチレースもこのハットもご対応してて、で通販の場合でレース選びたいじゃないですか。だからこういうレースがありますよって全部写真僕も撮ってあるんで、それを送るような形にしてます。はい、でマルチレース2種類あって、今最初にこれ見せた方が、太い方のマルチレースになります。
太い方のマルチレースで、もう一種類細い方のマルチレースがあって、これが細い方のマルチレースです。でね、長さを比べると、並べるとですね、こんな感じですね。はい、細と太のマルチレースがご用意があります。で、お値段がそれぞれ違くてですね、太い方が税込み6600円です。で、細い方が税込み5500円になっております。で、1個だけちょっとスペシャルなやつがあって、ちょっと特別なやつがあって、この柄だけ、税込み7700円になってます。だから基本的には太いのだと1本6600円、細いのだと1本5500円だと思っていただければなと思います。で、先にこのレースの話だけしちゃうと、これまあそのこのハットに通す仕様にはなってるんですが、別にハットに通さなくても、例えば腕にぐるぐるぐるって巻いて、こういうバンドみたいな感じで使っていただいてもいいですし、パーカーの紐、パーカーのドローコード、こういうドローコードあるじゃないですか、パーカーのフードの。こういうの例えば抜いて、で、これ先がこう硬い、この固定されてるんで、ハトメで、これを要はここ穴通して、こういうふうに首、フードの首からこういうふうに垂れるみたいな感じでも使えます。とか、こういうパンツとかのあれですね、パンツとかのというか、パンツのベルト、こういうふうにパンツのベルトとかに使っていただいてもいいです。だからまあ本当にマルチレースという名の通り、このレース、マルチレースに関しては何に使ってもいいと思います。だから、このマルチレース単品で買ってくださった方もいます。だから単品で購入もできます、マルチです。はい、で、種類がちょっと全部見せれないんですけど、例えば一瞬お見せすると、こんなこんなにあるんですよ。で、多分ね、8種類ぐらいかな、8か9か下手したら10種類ぐらい、このレース太細であるんで、こっから好きなのをお選びいただけるような形となっております。はい、で、一番最後ですね、首にもかけれますか、あ、ハットですか。多分ね、そのやり方によってはいけると思います。で、この、ここに、マルチレースとこの、ハットの組み合わせなんですけど、ここですね、穴が開いてるんで、ここに、こういう風に、入れてもらって、こういう風にここ通して、ここ通してもらって、こんな感じですね。で、これさっき、その垂らさないようにすることできますかっていうご質問あったんですけど、なんかこの通し方次第ですね。だから僕はもうシンプルに、ちょっと待ってください、長さが、僕はシンプルにもうこう通して、これ今1本なんですけど、通してる状態だから、いろんなちょっと状態見せてあげたくて、例えば1本でこういう風に通して、こんな感じ、こういう感じで、わかるかな、使ってもいいですし、さっきその垂らしたくないっていう、垂らしたくないっていうか、垂らさないことできますかっていうふうなご質問あったんで、垂らさない場合は、どうすればいいんだろうな。
まあ、結果的にちょっとだけ垂れちゃう。あ、いや、そんなことないか。垂らさない場合でやりたいときは、ここのループ利用してもらって、こうぐるぐるぐるって。こういう風に、今わかるか、ごめんなさい、今ちょっと雑にやっちゃったんですけど、こういう風にこう一周巻いて、でここ今玉結びしちゃったんですけど、こういう風に玉結びして止めてもらえれば、垂らさずで、しかもここループはここ入ってるんで、ここから取れることもないんで、垂らしたくないというか、垂らさないように使う場合は、こういう風なやり方とかもいいと思います。だから、これはそのもう、そのループじゃないか、レースの使い方次第では、いろんな巻き方できますね。なんで、ただ僕がすごい気に入ってるのは、垂らすのが好きで垂らすのが好きなんで、あと例えばあれですね、さっき僕普通に入れて長めに垂らしてましたけど、例えばここを今ここを入れてるんですけど、1本ね入れてるんですけど、ちょっと短めに取ってもらって、ぐるり一周させて、ほいで、こういう短めにこう垂らすこともできますね。だからここら辺は本当ね、試行錯誤というか、巻き方工夫していただければ本当にいろんな巻き方できるんで、そこも楽しいか楽しめるポイントかなと思います。これだからね、いいのよ。普通のハットがちょっとなんだろうな、僕は好きですけど、膝すぎて苦手だな、でもハットっぽいの欲しい、キャップいっぱい持ってるからハットっぽいの欲しいなーって方とかにはすごくいいですね。で、さっき首からかけれますかっていうあれやったんですけど、ここを例えば結んじゃえばいけんじゃないかな。こういうことかな。こういうことじゃなかったら申し訳ないですけど、ここを結べばこういうふうにぶら下げることもできます。はい。で、ラストに僕がすごい気に入ってるのが、まあ、この、ホール、この穴の大きさ的に、おそらくね、3本がマックスだと思います。僕はいつも、マックス3本、今1本入れてるじゃないですか。そこにプラス、こう1本入れて、これですね、反対側にもこういうふうに通して、で、もう一本ですね。僕はね、太細で使ってるんですけど、太いの2本にこの細いの1本使ってるんですけど、それこそ僕今というか普段は全部同じ長さで垂らしてるんですけど、例えばさっきご紹介したみたいに一本だけ一周ぐるりさせて一本だけ短く垂らすとかもできますね。せっかくなんでそれやろうかな。こういうふうに、これ僕はいつもこう30リボンがこう重なるようにしてるんですけど、
浮き葉が炸裂してるぞ。一旦落ち着きます。これが横着しちゃダメな。こんな感じですね。今3本ぐるりで1本だけ一周回して使ったんですけど、だからもうここら辺も本当皆さん次第というか、もう好きにカスタムできるんで、僕はいつもこのマックス3本入れが気に入ってます。で今今回は1本だけ短めに調整して、ちょっとごめんなさい左右ずれちゃってるんですけど、で残りをフルフルの長さで使ってますね。これいいんですよ。例えばこの場合、このベースのハットと、太いの2本と細いの1本だと、16,000円で、12,000円だから22,000円にプラス5,000円だから、この組み合わせだと税抜き27,000円だから、どんだけハットと太いの3本買ったとしても税抜き28,000円だから3万ぴったりぐらいフルカスタムでも、使えるんで、だからね本当に、いやそんなにリボンいらないよって場合は全然1本でもいいですし、最初に言ったようにあの単品で、ハット単品だけでも買えますし、レース単体でも買えるんで、そこはもう皆さんの自由にしていただければなと思います。はい、こんな感じです。見えるかな。はい、でこれが一応その期限特に決めてないんですけど、一応その今月中までかな、販売を考えているので、ぜひね気になる方は店頭でもいいですし、DM いただければ通販でもご対応しますのでよろしくお願いします。レースの種類とか、サイズのご質問とかはそれも DM いただければお答えしますので、ぜひこの5周年のマルチレースハットおすすめさせていただきたいと思います。はい、ではそれでは本日は以上になります。ありがとうございました。